サイモン・リチャード・チャーチは、イングランド・アマーシャム出身の元ウェールズ代表サッカー、選手。現役時代のポジションはフォワード。9歳の時に地元クラブのウィコム・ワンダラーズ FC でプレーを始めた。14歳で、レディング FC の下部組織に移籍。すぐにリザーブチームでレギュラーを獲得した。2007年7月6日、レディングとプロ契約を締結したが、プロ初年度は、 デイブ・キッドソン、ケビン・ドイル、シェーン・ロングラポジションを争うライバルが多かったこともあり、トップチームでの出場機会は全くなかった。そのため、クルー・アレクサンドラ FC、ヨービル・タウン FC、ウィコム・ワンダラーズ FC、レイトン・オリエント FC にレンタルされ経験を積んだ。レンタル復帰後、2009年5月12日のバーンリー FC 戦で念願のトップチームデビューを果たす。 2012年11月8日、ハダースフィールドタウニ FC に1ヶ月の短期レンタルで、加入。シーズン終了後、レデ,ディングを退団。2013年8月1日、チャールトンアスレティック FC に2年契約で加入。2015年5月12日、契約満了により退団。2015年6月30日、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC に2年契約で加入。 2016年2月1日、出場機会を求めアバディーン FC にシーズン終了までの契約でレンタル移籍。2016年8月24日、エールディビジのローダ JC に移籍。しかし9月に追った故障の影響もあり、出場機会に恵まれず、1シーズンで同クラブを退団した。2017年10月21日、 スカンソープユナイテッド FC に2018年1月までの短期契約で加入した。チャーチ自身はイングランドで生まれ育ったが、祖父母がウェールズのニューポート出身のためウェールズ代表を選ぶ権利も有していた。2009年5月29日開催の親善試合、エストニア代表戦で A 代表デビュー。9月9日開催の 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選。 ロシア代表戦のメンバーにも選ばれたが、父の死去により辞退した。11月14日開催の親善試合、スコットランド代表戦で初ゴール。ありがとうございます。